時刻は8時1分を回りました。FM コザお聞きの皆さんおはようございます。10月26日、マイオアシスこれから2時間生放送をお送りします。沖縄市中央パーカーベニュー入口国道33丸沿いにあります。FM コザのスタジオから私、ミミリと。はーい。おはようございます。ます山内でございます。はい。が。が, <laughs> ーが。映画。映画<が>。はい、お送りいたしますよ。はい。はい、あのーですね。 今日いきなり雨降りましたね。そうなんですよ。びっくりしなかった。そう。朝のね、ね打ち合わせ中にね。びっくりしたね。すごい大粒の雨が、だーって降ってそうそうそう、もう世紀末ですね、<laughs> 本当になんなのキモって言ってましたよね。<laughs> 言ってないです。天気に向かってキモいとか言いませんよ、僕は。あれ、なんて言ってましたわかんないけど。<laughs> 普通、うわ、すごとかならわかるんですけれども。 <laughs> この山内さんはね違うびっくりするぐらい何ていうの突然本当に一気に降ったじゃないですかそううわっとかでいいと思うんですけれども、うん、なん何て言ったうと。っキモって <laughs> <laughs> <う>雨にキモっていう人初めて私は聞きましたけど正にキなと思ってねあのー、<laughs> 今はねしかもカラッと晴れておりますね,ねあの雨は嘘だったかのようにねな<え>、うん、何だったんだろうそしたら FM 小座の中で虹ができましてそうそう綺麗だなーっつってね、うん うん、<laughs> お互い。きれいだね、みっていう感じでしたねそう。私が発見したんですけど、そうだね。さも自分が発見したかのように言いましたね、<laughs> 今ね。びっくりするわ。はい。みみさん、1週間ぶりの登場でございますが、はいはい、どうですかえっとですね、うんえー、金曜日はあの、夕方は沖縄市のね、全東エイサー祭りの慰労会ということで、頑張った団体の方や、あの、 共産してくれた方々がね。はいはいはい。と、顔を合わせてですね。うん。楽しかったです市長とかも、はい。挨拶していて。楽しかったですね。うん。うんうん。こう、やっぱ顔見知りの方が何人かいて。ああ、いいですよね。はい。その時にやっぱ顔見知りがいると。ありがたいです。楽しいんですよね。わかりました。だいぶ、だいぶ、ばちいなところにいたんですけど、私。まあね、ばちいですけど。はい。ああ、上の方がね。 行けけないといととうことででで私は言ったんですけど <laughs> 僕はねその時ちょうどあれやってたんですよ「無双塾」という「夢を作る塾」と書いて「<お>無双塾」あのの元観光コンベンションビューロー会長の若き経営者のカリスマですよ、はい、<ー>浅と重信さんという,うん、うん、このささ本当にねすごい沖縄では、はい、トップの。お 人ですの講演会に聞いててね、はい、そこでもまあ見知った顔がちらほらいてですね「ういっつって」「ういっつって」はい「ゼン <laughs> <laughs> 白目だった今」<laughs>「うわーって」そうですねちょうどねこのあさとさんから僕は前の人で隠れてたんですよ隠れてたかどうかはわからないけど <laughs> 結構あのー、ああいう。 壇上っていうんですか、うん、広々に見えますからね満面なくじゃあでも俺もろ隠れてたんでこんなって見えなかったもん相手がへえー、だからはい前半はねちょっとやっぱりほらこう話のとっかかりだから <laughs> はいはいがーってなるじゃないですか <laughs>、ね、眠くなっちゃって <laughs> <laughs> ひどいですね <laughs> でも途中からやっぱり面白くてさ <laughs> はい よかったですよ。本当にためになりました。おぉ。だから、前途栄一あのあれいけないなと思ったけど、ほら、みみりはかりやってるから、はい。それでお任せしてね、うん、うん。行ったんですけどね、はい。はい。うん。わかりました。そして、はい。週末。週末ですね、あの、映画も見たんですけど、まずは、あの、おっ子ちゃんのね、うん。1歳になるおっ子の運動会に。 はい保育園の運動会に行ってであの初めてなんていうんですか1歳の運動会ってって思ったんですけどなんでやじゃあどんなことするのって思ったんです先生に連れ添われてただろずっと母ちゃん母ちゃんが抱っこして母ちゃんだったらそうそうそう入場とかもしてていいんですよあれでねそしたらなんかこう、お菓子があってそこまでハイハイするんですけど どの子もみんなね、もう座り込んで、うえーみたいな感じだったんですよ。まあまああ、りがち。うちの甥いっ子だけ。っもうダッシュ。すごいね。たたたたたたって、あの、ちょうどゴールのところに。さすが中し家。はい。中し家じゃないんですけど、もはや。違う。血筋は。血筋はね。濃いから大丈夫この負けん気がないとこね。ないじゃない強いところ。あと、ガツガツして です,すいませんガツガツしてるところああはいはいやっぱね<で>地位ですからよくやったなと思ってそうですねした見れましたよあいいですねはいあのー、徐々にさできていくわけ何がですか 1>, 1年ごとにやることが増えてお姉ちゃんも言ってました歳ぐらいに保育園の運動会は らしくなるというか踊るし走るしみたいなにうちのあんちゃんも走ってましたからこのまま2番だったよねおすごいんじゃないすごいすごい走るかなと思ってたけど踊りもやって可愛かった可愛いですよねかわかったですねっていうはいまあそんな週末でしたが皆さんいかがお過ごしでしょうかはい えもしよければ皆さんの週末の素敵な思い出をメールで送ってくれたら嬉し、うんはいですね。嬉しいですね。私こんな素敵なことありましたよっていうね。はい。私もこんな素敵なことありましたよっていうね。<laughs> <で>いやいやいや負けずに私もっていうこの今日が <laughs> ガツガツラジオにしよう。2>, 2回ならず3回今言いました。<laughs> ガツガツラジオ。ガツガツラジオ。もう食っていく。ムールが喋ろうとしたら、いやいやいや、って。 <laughs> かぶせてかぶせていく感じですかそう大体人の話聞かないじゃないですか <laughs> あっ<え> <laughs> 私、はい、あそういうことあるかもしれないです、ね、ありますよね、うん、だからこうガツガツいこうかとガツガツじゃ <laughs> <laughs> なんてかむ<ぶ>し <laughs> ガツガツ来てくださいじゃあはい、はい、えー、本日のテーマなんですけれども、うん、職業病ありますか ってい,ういっぱいありますねね僕はそうしかも食を変えたんでねうんその前職とかのね、うん、名残がまだ残ってたりするじゃないですかありますねはいもう<ー>なのでそういうのがあればねぜひ、うん、皆さんメッセージお待ちしておりますそうですメールアドレスは761アットマーク FM コザドット JP761 アットマーク FM JP <laughs> <laughs> fmkoza.jp でございます。はい。はい。またメッセージやリクエストは FM コザのホームページから直接送ることもできます。うん、FM コザでは、ユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信もしているので、そちらからも簡単に参加することもできますし、コメントを残すことができるので、はい、皆さん一緒にですね、楽しんでいただけたらなと思います。そうですよね。はい。ラジオの醍醐味は参加ですか参加。うん。ですね。うん はい。今日も8時から10時までの2時間、生放送、元気に楽しくお送りしていきますので、皆様最後までお付き合いください。それでは本日のオープニングナンバー、ナンバー、バイバイバイ、まいりましょう。なるほど。<laughs> やばジュリアンドマリーでクジラ十二号です 時刻は8時15分を回りました。沖縄市中央パーカーベニュー入り口、国道330沿いにあります。FM コ座のスタジオから私、ミミリと。はい、山地がお届けします。この時間は沖縄地方のお天気。泥骨情報をお伝えします。はい、本日10月、今日は ?26 日のお天気。はい、北東の風。12 6ですな。12 6でございます。 晴れ。昼前から昼過ぎに曇りです。日中の最高気温は27度。降水確率は、終、えー、日20%となっております。<お>はい、波の高さは2.5メートル。うねりを伴うでしょう。うん、本島中南部と 本島北部の沿岸の海域では、うねりを伴い波が高くなっています。海上や海岸付近では27日、未明にかけて高波に注意してください。沖縄地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。本島地方ではにわか雨のところがあるでしょう。ぴったりですね。そうですね。気象台の方。はい。本当に。すげえな。にわか雨ありましたね。もうあった。もうあった。もう100点。 <laughs> はい。はい、以上、沖縄地方のお天気でした。今 <laughs> 度行ったはい。日中の最高気温27度。行った。はい、<あ>でございます。っ続いて、い待って続いて、ガツガツ続いて、<う>ツイキャスの方から全国のお天気を山内さん、お願いします。<laughs> い,やいいふりでしょ ありがとうございます。はい。えちゃんおかさん。はい。みみり。え山内さん、皆さんおはようございます。おはようございます。今朝の名古屋は快晴。快晴。とてもひんやりした、すがすがしい月曜の朝です。わかる。この、本土のこの涼しいのいいです。わかる。いいよね。わかりますカラッとした、寒いキンキン感じキンキン。なんか自分がね、あの、ビールのグラスになった感じ。よくわかんない。シャキッと。 って感じですか。そうですそうです。エヌエさん。はい。おはやさんです。おはやさんです。今朝の横浜晴れてまするけど。うん。最高気温は二十度。あら。あら。うん。アララガマサイガーさん。はい。今日の那覇は雨は降ってないけど曇ってます。マジ。でもその後にちょっとして雨降ってきたよ。ね大変だ。はい。遅いね那覇は。ね。雲がゆっくり。 動いたんですかね。んねんあのさ、横浜二十度じゃないですか。はい、沖縄も二十七度、うん、最高気温。二十九度とか三十度だったでしょ？先週まで。うん、だった。だんだんこう寒くなって、本当に秋に向いてきましたね。そうですね。やっぱり夜とかは T シャツではいられないですね。はい。はい。えー、そりゃそうでしょう。<laughs> T シャツでいますよ。室内でしょ。 室内はまあありかもしれないけど、ちょっ外、うん、今日朝寒かったデイジー。わかります、寒かったですね。もうなんかさ、あとなんか起きた時に、もう、違う、もなんかさ、出た。今日はかぶせるっても決めたか。どんどんかぶせる。聞いてないのやら聞いてるのやら。こんな感じでいいんですかね。いいんですかね、今日はね。えっとですね。はい。イミちゃんさん。はい。 トミみグスク焼肉あんあん上空は豪雨ですまた豪雨今日はおかげで焼肉かじはしないから爽やかな空気が広がってますよそして貝原さんボストンは晴れですおボストン人え札幌も多分晴れ札幌人だったでしょ貝原さんボストンに今いるってことかな違うな貝原ボケだなこれはああそういうことあれ そうなんだえっと近藤さんも来てますね。はいありがとうございます。ありがとうございます。ミミリ飲みすぎか顔が死んでるよ。疲れてるよ。顔が疲れてるよ。はい。<laughs> 飲んでないんですけどね。うん、まあ月曜日の朝は大体みんな。顔むくんでます。疲れてるよね。<laughs> <laughs> はい。<laughs> はい、はい、以上、全国のピンポイントお天気。はい。なんだっけんあのー。 なんですか、小倉さんの天気予報の人。天達。天達より、お送りしました。<laughs> よくわかんないわ <laughs>。はい、<laughs> 続いて道路交通情報をお伝えします。えー、まずは、沖縄自動車道から。はい。はい。えー、今の時間、目立った混雑渋滞はありません。うそう、ですね。はい。ですが。うん、え、宜野座インターチェンジから、巨大インターチェンジ付近は、工事のため。 えー、下りですね。第一走行の規制が行っております。よ。動かなくなったよ。<laughs> 動かなくてよくね。はい。えー、っと、もう一つが、うん。巨大インターチェンジ付近では、工事のため、えー、工事のため、規制中でございます。はい。はい。登れは特に注意するところはありません。そうですね。はい。皆さん、えー、工事現場、 近くを通る際には、はい、ぜひ安全運転お願いしてです、ね、お気をつけなすって <laughs> 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 なすってなすって <laughs> はい、えー。一般道ですが、はい、まずですね小座十字路で小屋向け、えー、小座十字路小屋向けで割と長い渋滞が起きていますどうしたんでしょうかはい。これちょっとね警察がパパさっき言ってたでしょううんなんか事故かなんかですかねはい、えー。小屋十字路 じゃない小座十字路、小屋向け<白>、えー、渋滞を来ています。はい、また、329、渡口交差点で北向け渋滞しています。また、えー、石田だからその渡口交差点にかけての一部の区間で渋滞しています。えーとですね、あとは宜野橋ですね、前原交差点、うん、そして国道58号線、ぐすくま、マキメのとぐすくま間で渋滞しています。 皆さん、路面がかなり滑りやすいと思われますので、はい、ぜひぜひ安全運転よろしくお願いします。はい。以上、交通情報でした。はい、皆さん今日も一日安全運転でお過ごしください。はい、えー、かさん。うん。ボストン済みですから。ボストン済みですから。山本さん忘れてる。うん。うん。うんうん。ほら、えーあ、ボストン住んでん、今何時ですかねじゃあボストン。多分反対ですよね。ボストン。 今夜ぐらい夜ぐらいじゃんえっとね近藤さん「特地から混んでるのか迂回しよう」って3人休暇来てるんだね近藤さんあのそうですよ特地から混んでますよここねいつも混みポイントですからぜひぜひ迂回してくださいはい以上っすかはいはいお十19時ってよえおうんやっぱり夕方でしたね夕方 そう、なんかね、二十二時間よりちょっと早いっていうイメージ。ボストンははい。行ったことあるので。ボストンはそうそうそう。へぇうん、もう寒いですよ。ボストン寒い。なんだこれ。行ったことあるから。今が寒いかわからんよ。いやいや、私ね、九月の、あの、半ばに行ったんですよ。その時でもう、夏の格好だと思うじゃないですか。東京とかは。めっちゃ。まだ。でも向こう行ったら、もうカーディガンとかないと無理だから。 結構、外歩くとき。洋服間違えたみたいな感じで、まずはなんか上着を調達しに行ったんですよ。洋服。そんなにうんうん。あの、あれですよね、本当にさ、内地とかもそうだけど、こういう寒いときは、正しく寒くなってほしい。正しく寒くなってほしい。要するに冬は寒いっていうのはもう正しい形なんですよ。エルニーニョのせいで、なんて。 ダンのせいで。納豆そう。とか、つまんないじゃん。はい。そんな、それを言いたくて。ああ。はい。ちょっとね、衣替えしようかなって、夏物整理したら、急にまた暑くなったりとかっていうことですよね。そうそう。そうそう。もう、スーツもちょっと新しく買おうかなとお昨日ウエスターかられまして。誰にですか店員の。ああ。かわいお姉ちゃんに。店員んに。 来週買うから、ごめん、今週はちょっと待ってて、来週いてよって言ましかったからね。わいい店員には弱いらしいですよ。いいですか、じゃあ、どうぞ。次のコーナー行って。すべて語り尽くし、ました今日のですねテーマは、職業病、あなたの職業病を教えてください。ちょっとなことでもいいのでね。ちょっととなこはい これ、職業病かなっていうのでも。そうそう、癖いいですよね。職業柄の癖。うんうん。あ、そのちゃん。はい。え、来てますね。お神奈川は綺麗に晴れています。晴れか。半袖短パンで寝ていたら、やっぱり寒いと感じる温度ぐらいですかね。ああ。なんで神奈川にいるのちょっとよくわからんな。今日仕事ですよ。いや、今日はお休みをいただいておりますよ。いました。 そうだわー。<laughs> ちゃんと書かれてるよ、スケジュールに。<laughs> はい。ひどいな無断欠、<laughs> 欠勤扱いにちょっとしておきましたね。<laughs> 研究されます。<laughs> というのは冗談ですよ。<laughs> 当たり前だ。<laughs> はい。<laughs> それではこのコーナー参りましょう。みんなで元気に、内名口、ラジオ体操の時間です。<laughs> 時刻は8時29分を回りました。この時間は、琉球放送。あ、違う。琉球新報。<laughs> 失礼しました。出直しますよ。琉球新報、沖縄タイムスの長官から記事をお伝えします。何を考えていたんでしょうか。まずは、沖縄タイムス総合面から。からから <laughs> 五輪へ発祥地から PR。空手の日、国際通りで、 一斉演武。空手の日制定から <laughs>、何ですか <laughs> 空手の日制定から10年を迎え、国内外の空手家約2000人が一堂に会する。大演武祭が25日、那覇市の国際通りで行われました。2020年、東京五輪への追加種目提案を受け、空手の発祥地から独自の技法や、 文化的価値を発信しようと一斉に演舞を披露しました国際通りは空手着の参加者で埋まりやあという威 <laughs> 勢のいい掛け声とともに鮮やかな方が決まると大きな拍手が送られました続いて琉球新報市町村面より 細やかな指導に関心。ベトナムハノイ工業大学の指導教員4人が沖縄市の沖縄職業能力開発大学で約2週間の研修を受けました。研修最終日の16日、大学内で発表会が開かれ、教員たちは沖縄のきめ細かい指導に関心しながら、研修で学んだ電子回路設計の技術や指導のあり方を報告しました。研修は、 ジャイカの事業の一環で、ベトナムの職業訓練学校への技術転移を目的に、職業能力開発大学で研究生を受け入れました。教員たちは発表会で基盤加工機を活用して制定した電子サイコロとタイマー機能がついた録音機の作業工程を説明、職業能力開発大の 教授から指導をを受けたたポイントなどを紹介しましま続いて音楽村一周年で演奏会。沖縄市音楽資料館音楽村の一周年を記念して、コザのチャンプルー音楽祭が18日、沖縄市中央の音楽村特設ステージで開かれ、ロックのほか民謡やジャズ、ホークなど様々なジャンルの音楽が披露され、人々が聴き入っていました。 続いて、認知症不明ゼロに、家族の会連携を訴え活動活発化。認知症で行方不明になった人々の救済活動に取り組む、県認知症行方不明家族の会が、会員増強の一方でシンポジウムの開催など活動を活発化させています。家族の会のアゲナさんと沖縄ハンズオンの具志堅さんは、行方不明者ゼロの街にするため、 行政などの機関や多くの人の協力が必要と呼びかけています。家族の会によると、県内の認知症行方不明者の数は2014年時点で94人に上り、県内の認知症の人は46,015人と言われています。行方不明者は遺体で見つかることもありますが、行方不明のままのケースが多いということです。以上、この時間は 琉球新報沖縄タイムスの長官から記事をお伝えしましたはい、時刻は 八時三十四分を回りました。はいえっとですねコメント来ておりますよ。ええ近藤さん美人で頭がいいけど目が死んでいたりネジが外れていたり少々欠点があるぐらいがちょうどいいちょうどいいちょうどいいえミミリーのことですね私のことですねはいはい美人の上に頭がいいこれで目が死んでなかったらミミリーは上以上おす。 いいですねいいですねうんこうみんな耳を褒めてるのかディスってんのかよかええかいばらさんほんとその通りはいいいと思います褒めてんだかディスってんだかうんはいあれなんか固まってます画面そうじゃないいや本当？うんそんなことないメールも来ておりますのんちゃんのりちゃんのりちゃん のりちゃん。はい、えー、雨かね。うん、室川小学校40周年式典だけど、スーツどうしようかなててうありがとうございます。40周年式典なんだ。スーツ着ていってください。はい、頑張ってください。今日はですね、にわか雨なので。はい。もう降ったので。そう。突然雨は降ってくるので。はい。諦めましょう。<laughs> それでスーツを着ていってください。はい。はい。でも、この、こういう、なんていうんですかね、天気の時にスーツ着たくないの、すごいわかります。なんで。え、なんか、あ、濡れるって思いません。あ、クリーニング出さんといけんと思うね。これさ、クリーニング出さない、スーツってさ、シーチとかでクリーニング出すさ。はい。だから、うん、雨に濡れたら。 ちょっと臭いんだよねすぐ持っていきます、その日でそんなときは若草クリーニング、石原さん、おはようございます、いいね、若草クリーニング、ぜひ使ってくださいあのですね、ちょっと臭いつながりで、今日の朝、コンビニ臭いはいはいこのレジの人も、お客さんも、僕も、全員おっさんだったんです。よ なるほどおっさんはコンビニ大好きっていうことで全員おっさんで全員おっさんでしたあら56人いたか全員おっさん女子はおらず女子おらずしかもちょっとねカじャがしたというカジャがしたコンビニ全体がはいはいそれではええ曲お聞きください サい,い中川翔子で、イデズ、その前に、うん。テーマ。今日のテーマは、あなたの職業病は何ですかでございます。はい、メールアドレスは76、761アットマーク、fm コタ .jp です。メール、もうこれ紹介してもいいですかねちょっと待ちで。はい。<laughs> はい、761アットマーク、fm コタ .jp で、まだまだお待ちしております。 時刻は8時40分を回りました。沖縄市中央パーカーベニュー入り口国道330沿いにあります。FM コザのスタジオから私、ミミリと。はい、山内がお届けします。はい。えー、今日のテーマは何ですか今日のテーマはですね、うん、あなたの職業病は何ですかそうです。ですね。ぜひぜひ皆さん、はい、メール。うん。お待ちしております。まね、コメントでもいいです。えっ、ー、と、はい、拾いますので。うん。ぜひぜひ。 えー、いろいろと参加してください。参加してください。はい。うん。メールアドレスいったく。メールアドレスは7 6 1 f m k o t a j p 7 6 1 f m k o t a j p でお待ちしております。ちゃんと確認してメール送ってください。<laughs> <laughs> <laughs> はい。はい。それではこのコーナー参りましょう。沖縄で帳ない。 はい、今日は何の日のコーナーです。はい。えー、っとですね、今日は10月26日、旧暦は9月の14日でございます。はい。普通の何の日普通のね、今日の何の日。今日は、えー、っと、原子力の日。毎月のお風呂の日ですね、26日、語呂合わせでお風呂の日です。1637年には江戸幕府。 5人組制度を強化。あとは、1838年、中山美木天理教を開く。そして、1955年には、ベトナム共和国が成立したそうです。今日の、えー、っと、誕生日の人は、千秋さん、ノンタン、 ブラックビスケッツはい。南ですね。うん。んんはい。ちょっと戻りまして。はい。えー、沖縄手帳からもご紹介したいと思います。10月26日は、旧暦10月、あ、違う、9月の14日。はい。潮回りは中潮でございます。ほうほう。満潮時刻は5時55分。夕方6時9分。干潮時刻は お昼の十二時でございます。はい。そして、うん、1987年に国体ソフトボール会場で日の丸焼き捨て事件があ出ました起こったそうです。これ覚えてますか？何年？1987年。うん覚えてあちょっとだけ覚えてる。<ー>で、あのそれよりもま後から歴史を勉強した時にはいはい、えー、いろいろと知りました。<ー>この時はあそういうこともあるんだなぐらいの。 ええー。うん、国体の会場で日の丸を焼いたんですかそうなんですね。うん、大変ですよね。怖いですね。怖いよ。はい。すいません。実はね、私が沖縄手帳を忘れてしまうという。大丈夫です <laughs> 後でピンタ <laughs> 後でビンタされそうです。<laughs> えっと、誕生歌は水、水場、はい。うん ルメックスって書いてありますね。ルメックス。はい。花言葉は、情愛。あら、なんか、激しい感じ激しい感じですね。激しい感じか、これは。情愛ってね。情愛。こう、そんな感じ。うん。はい。以上ですか以上です。はい。今日は何の日のコーナーでございました。えでは続けて。 はいメールの方を読みたいと思います、はい、皆さんありがとうございます今日のテーマは職業病ということで、はい、ありますかということですね <coughs> えー、まあこの方には職業病が、はい、テーマは関係ないですね、うん、この方は応援メッセージですかね山、はい、ちゃんみみりさん、うん、FM コザスタッフおはようございますおはようございます久しぶりに月曜日にメッセージしますはい 天然ボケです。はい。はい、出ました。うん、ええー、先週の木曜日に、はい、変な電気、電動車椅子がいたでしょうん。俺だよ。はい、わかってましたよ。みみりさんともおしゃべりしたかった、が、うん、天然ボケも一応仕事中だし、みみりさんも打ち合わせ中だったから声をかけれなかった。はい。山ちゃんには一度も会えなくてすいません。 それから、12月24日、金曜日の大忘年会を2人、過去ヘルパーで希望します。もしも行けなかったらキャンセルもありですかということですが、はいえー、24日ではございません。そうですね、えー。うちの忘年会はですね、12月4日です。<laughs> はい、12月4日の金曜日です。はい、もちろん、えっ、ー、とね、えー、参加してもらって OK ですし、うんはい、まあ、キャンセルも うん、大丈夫ですよ。はい、ぜひぜひ。来てください。うん、天然簿記さん。楽しめると思われます。はい。はい。うん。今日でございます。はい。続いて。続いて、この方。うん、えあららがまさいがわさんからいただいております。ありがとうございます。みみり、山内さん、おはようございます。おはようございます。あららがまさいがわやいびーん。うん、いきなりですが。先週の土曜日に草野球の試合があり。 アララガマサイガーは、ライト前ヒットを2本打ちましたが、ほうほうその後悲劇が、<う>ライト前ヒットのうち、うん、一塁に走るとき、うん、ピキッと音が、<laughs> そう、左太もも肉離れしてしまいました <laughs> 痛い。だから今日は仕事休みだから最後まで聞いてます <laughs> <laughs> どんなよ <laughs> 全然職業病じゃない。しかもさ。痛そうピキって肉離れ野球ってさ、突然走ったりするでしょはいはい。だから柔軟をもう結構やらないと絶対そうなりますよ。ねえ。だからさ、フットサルとかは、激しい割にはやらないんですよ、あんまり。それなんでかったら、もう絶えず動いてるから。ああ。まあ急にそう、筋肉使う時もあるけど、野球の方が多分マックスでしょ。マックスだね。あれ、打ったらすぐ、ウィーって走ったりね。 ううううん、うん大変だと思う痛そう気をつけてよ気をつけてくださいあのちゃんと奥さんに、うん、よしよししてもらってよしよししてもらってはいお願いします <laughs> はい、えー、近藤さんから来ていますね、うんはい、ヘリパイロットは360度いつも気になるというのを、うん、昨日美人ヘリパイロットさんから聞きました<ー>これも職業病うん なるほど。確かにね。でもヘリ乗ってたら後ろ見えないんじゃないか。え、なんかバックミラーとかがあるんじゃないですかやっぱりヘリにも。なるほど。うん、車と一緒で。盲点だな。なんだ、それは。<laughs> 続いてこの方。はい、山内さん、みみりさん、おはようございます。はい、おはようございます。沖縄市のみみんです。あみんさん。一週間ぶりですね。うん、今朝は突然の雨。 おまけにその後の太陽がギラギラ日差しが痛いです。うん。運転しながら手に当たっています。当たい、うん、痛いですよね。テーマですが、はい、私の職業病はついつい先生はねえって言ってしまいます。うん、<laughs> やがてスタジオでも言うかもしれませんね。リクエストお願いします。えー、近藤さんでギンギラギン。 てんてんてん。マッチね。マッチね。ありますかねお願いします。というです。ミミンさん、ありがとうございます。うん。ね。やっぱり保育士さんとか、学校の先生とかは、家に帰っても先生はねって言っちゃうのかないそだね。いそ。あのー、ミミンさん、職業病ありますかはい。私、あの、ずっとね、学生時代から、あの、 大学卒業するまで、あの、接客業やってたんですよ。接客業。どういうこと飲食の。んん職業病夜のいや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 、夜じゃなくて普通に。ああ、びっくりした。はい。何をこの人言い出すんか。<laughs> 普通に飲食店ですよ。はいはい、はい、はい。日本料理屋さんとか、うん、あとデパートで働いてた経験もあるんですけど。へえ<ー>。うん。三つ、丸さんとか。三つ星。丸、 丸さんとか。<laughs> <い> <laughs> そしたらね、やっぱ最初に事前研修とかもあって、うんはい、結構徹底してるんですけど、うん、それをね、やっぱ見てしまうと、う他のお店に行った時に、うん、あれってなったりとか。ああ、よく行ってるね、耳みね。はい、飯食いたら、ぶっつぶつ <laughs> ぶっつぶつ言ってるもんな。<laughs> はい。で、やっぱりその、本土の企業とかに比べたら、うん、若干沖縄ゆるい部分も、 ありますね個人系のお店とかも多いしねそれだとちょっともったいないなってたださそういう目で見ちゃこの接客の話なんですけど本土の人のまあまあそれデジ丁寧だわけマニュアル通りって感じですよだけどこっちがさ僕ほらいじるじゃないですかそれやったら全く返さないこれが果たしていいかどうかは別ですよ キョトンとしますかね。はいはいはい。はい、うんうん。はい、キョトンとしますキョトンとします。ますああ<ー>。かっつめたくちょっとあしらわれて。まあ、あの、あんまり仲良くしちゃいけないっていうあれも言われたりもするので。あ、そうなんだ。そうそうそう。 っていうのもあるかもしれないですよ。あ、そうなんです。ね沖縄の人はほら、ちょっといじったら、ケタ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 笑ったりね。ありますね。面白いんだようん、うん、うん。そっか、そう。実はあったり。なるほど。じゃあ、本土では。ちょっとあ飴じらんほうがいいか。そういうね、あの、明るい感じの居酒屋さんとかも、あるはあるんですけど。 じゃなければちょっと難しいかもしれないですね。コンビニとかダメ。コンビニはどうかね三越とかダメ。いやー。ダメか。どうだろうやめとくか。やめとくか <laughs> <laughs> <laughs>、はい。でもどこのお店にも結構名物キャラというか。いるよね。いるので。絶対いいと思いますうん,うん,、うん。 それでは、はいえー、まだまだメールをお待ちしております。ますメールアドレスは、761-fmkota.jp、761-fmkota.jp でお待ちしております。はいはい。それでは、ここで一曲、えー、もう何度もかけてますが、一押しですね。はい。最近の。そうなんですかそうです、えー。サカナクションで、新宝島。 はい、えー、お送りしたのは、サカナクション、はい、新宝島でございます。ございます。今月のパワープッシュがこれかな山内さんのね。確か。えこぞのでしょええー、そうなんですか違うんですか知らなかった。<laughs> かっこ棒読み <laughs> <laughs> <お>。はい。 それでは、はい、お知らせ。FM コザより大忘年会のご案内です。はいえ昨年ボーリング大会をして、大変盛り上がった FM コザの大忘年会。そうですか。今年も FM コザパーソナリティ、リスナー、うん、スポンサーの皆さんで、年忘れ大忘年会を開催いたします。はい。日時は12月4日金曜日19時より。うん。うん 場所は沖縄子供の国、レストランアクアで行います。はい。会費はお一人様2000円です。うん。ご希望、ご参加、ご、ご参加希望の方は FM コザまでお申し込みください。はい。メール、ファックス、ご来局で受付いたします。そうですよ。メールアドレスは761アットマーク、FM コザ .jp です。うん。えまたファックスは934-8653でお待ちしております。 以上、FM コザより大忘年会のご案内でした。そしてですね、今週土曜日、10月31日は、ハロウィンでございますな。うん、そうでございますな。それで FM コザでは、ハロウィン特番をします。10月31日、8時から10時までで、シアタードーナツさんとプレイヤーズカフェさんとですね、共同で。そうそうはい。 まあ、ラジオの放送自体はですね、え、おじさんの一人ラジオ、イン in ハロウィンナイトということで。そうなんですよ。まあ、ちょっとダラダラとね。やるんですとね。あの、こう、通るハロウィンの格好をした人たちを。とっ捕まえて。とっ捕まえて。これ閉めてやろうじゃないか。そうそうそう。ちょっともう。ほら、こらこら。ひも取っていく。あざぎ脱いでもらう。あ、全部脱いでもらう。なんという番組だ。 嘘でーす。嘘でーす。はい、えー、まあまあ、そういうのも、えー、やりますので、はい、ぜひ皆さん聞いてみてください。うんうん、ぜひよろしくお願いします。10月31日8時からでございます。はい。えー、コメント来ております。はい、清水孝一匹狼さん。はい、えー。おはようございます。うん。 寝坊して階段から転がり落ちて痛そう痛い僕ですが今週もよろしくお願いしますよろしくお願いします慌てんですね慌てんですねえそして n j さん早いもので10月も今週で最後そうなんですね怖いですね会社に行ってきましといいつもありがとうございますリスさんさっきのミみりのせっかくの話聞いてミみりはい 接客業の割わりに、愛想悪い。うんうん、はい。けなして、そして、愛想悪いのがちょうどいいと。<laughs> 落としてちょっとあげるみたいなね。 これはもう、なですかね。はい。ええまた、貝原さんからね。もっと水商売の女友達と飲みに行くと、グラスの水滴拭くからねと。ね。あるある。あるある。あるあるこれ、あるある。癖だはずよ。ああ、癖かな。あとさ、はい。異常に酒飲むと気使える女性。うんうんうん。要注意。要注意じゃない。水商売。そうそう、全然いいもっと水商売。僕あまり気にしないわけ。はい。だけど、 あの、全然、なんていうんかな、なんていうんかな。 時刻は九時を回りました、ハイサイ沖縄シティのコーナーです。このコーナーでは、沖縄市の役立つ情報を、沖縄市の広報誌、広報沖縄からお伝えいたします。ハイサイ沖縄シティ、このコーナーは沖縄市の提供でお送りします。まずは、ご存知ですか国民年金の任意加入のお知らせです。 60歳になれば国民年金に加入する資格を失いますが、未納なので受給資格期間を満たしていない場合や、納付済み期間が40年を満たしていないため満額受給できない場合は、60歳を過ぎても国民年金に任意加入できます。加入対象となる方は60歳以上、65歳未満で、 納付月数が480月未満の方。昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳時点で月数が300月に満たない場合は70歳までです。また、日本国籍を有し、海外に居住する20歳以上、65歳未満の方に限ります。 加入対象とならない方は、老齢基礎年金繰り上げ受給中の方、厚生年金保険や共済組合に加入中の方、保険料の納付方法は、口座振替が原則です。任意加入中の免除申請はできません。詳しくは市民課、 国民年金担当までお問い合わせください。続いて、高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせです。沖縄市に住所を有する65歳以上の方、接種を希望する方は全額交付負担で、インフルエンザ予防接種を受けることができます。 対象者にはインフルエンザ予防接種のお知らせを送付しています。60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、HIV による免疫の機能に重度の障害がある方、希望により接種できます。実施期間は平成27年10月1日から平成28年2月29日までです。 実施場所は指定医療機関です。インフルエンザ予防接種のお知らせに市内の指定医療機関を掲載しています。市外の指定医療機関についてはお問い合わせください。接種料金は無料で全額公費で受けられます。指定医療機関以外で接種を受けた場合は公費負担の対象にはなりません。 詳しい内容については、子供相談、健康課、予防係までお問い合わせください。続いて、臨床心理士による相談のお知らせです。沖縄市就職生活支援パーソナルサポートセンターでは、臨床心理士による相談を行っています。就職を希望している方で、 アルコール異常症やうつ病などのお困りの方やその家族が対象です。相談料は無料。秘密は厳守いたします。相談日時は毎週水曜日、午後1時から4時までです。電話にて予約制となっています。予約受付は午前8時45分から午後4時まで。 場所は沖縄市就職生活支援パ,スパーソナルサポートセンター。予約、お問い合わせは923-3624923-3624番までお問い合わせください。続いて平成28年度。 新小学校1年生入学受付及び内科歯科検診日,日程表のお知らせです。10月28日水曜日から12月3日木曜日まで、新小学校1年生の入学受付及び内科歯科検診日程表がをお知らせいたします。 10月28日水曜日は山内小学校午後1時50分から2時20分まで続いて10月29日木曜日は三里小学校上田小学校時間は午後1時半から2時までとなっています続いて11月4日水曜日合わせ小学校 五育小学校で1時半から2時半まで。11月5日木曜日、三原小学校は1時15分から2時。宮里小学校は1時30分から2時30分です。11月19日木曜日は諸見小学校午後1時半から2時15分まで。 11月24日火曜日は中野町小学校午後2時から3時まで。11月25日水曜日は美東小学校午後1時半から午後2時半まで。11月26日木曜日はヒアゴン小学校午後2時15分から2時30分まで。 室川小学校は午後1時15分から1時30分。北見小学校は午後1時から2時まで。12月2日水曜日は小座小学校午後2時から2時20分まで。最終日12月3日木曜日は高原小学校午後1時半から3時30分。 島袋小学校は午後2時から2時30分です。確認事項は、事前に視力、聴力検査を済ませたお子様が対象です。当日各会場で視力、聴力検査は行いません。入学受付を兼ねておりますので、指定校区での受診をお願いします。当日は入学受付のハガキ、母子手帳を持参の上、 保護者同伴でお越しください。はがきは教育委員会学務課より10月中旬に発送します。詳しくは教育委員会指導課939-7976939-7976までお問い合わせください。続いて、 第20回クリーンデーイン沖縄市についてお知らせいたします。クリーンで住みよい街づくりとして11月8日日曜日午前9時から11時までです。みんなで地域清掃に参加しましょう。場所は各自治会、地域内。参加対象は市民及び市内事業所となっております。詳しくは環境課・クリーン係、内戦。 2223から2226番、または各自治会事務所へお問い合わせください。<laughs> 以上、ハイサイ沖縄シティ、このコーナーは沖縄市の提供でお送りしました。 時刻は9時12分を回りました。9時台も沖縄市中央パーカーベニュー入り口、国道330沿いにあります。FM コ座のスタジオから私、ミミリと。山内がお届けします。はい、えっとですね、はい、ちょっとあのー、ここでお知らせがあってですね、うんうん、びっくりしたんですけど、はい、今日、あのー、あれしたじゃないですか、動画でマイ前スの告知、はいはい、撮って、うん、で、あげるのを忘れて、フェイスブックに。<laughs> 慌ててこのオープニングが流れている時とかに慌ててえ上げたんですけども僕のタイムラインに上げてしまいました。そしてですねそれでコメントが来ておりますので紹介したいと思います。静かさんわかりますか静かさん静かわかります一度あの鳥ゴローでそうそうそう静かさんがねあれちょっと待ってよ静かさんがあれこれ違った。 ちょっっと待ってあ静香さんが、はいえー、出勤しながら聞いてましたよ。ありがとうございます。雨降って、きもって。<laughs> <笑>笑っております、ね、結構それ出てましたね、はい、他の人からもコメント。伸、はいえー、文さん、はい、雨 <laughs> <laughs> すごい単結な、はい、雨でございました。いしたはい ありがとうございます。失敗したね。せっかくこう、新しい試みをね。新しい試みを、ね、はい。えー、非常に残念でございます。残 <laughs> 念としか言いようがないですね。はい、それでは、はいえー、ここでですね、うん、沖縄地方のお天気と道路交通情報をお伝えします。はい。 本日10月26日月曜日は、北東の風、うん、晴れ、昼前から昼過ぎ曇りとなっております。はは日中の最高気温は27度。うん、降水確率は終日20%となっております。<う>波の高さは2.5メートル、うねりを伴うでしょう、うんうん。本島中南部と本島北部の海岸の海域では、沿岸の海域では、うねりを伴い波が高くなっています。 海上や沿岸付近ではえ27日未明にかけて高波に注意してください。はい、沖縄地方は高気圧に覆われておおむね晴っています。うん、沖縄本島地方ではにわか雨のところがあるでしょう。はい。はい。以上、お天気でした。はい、続いて。はい、続いて、えー、っと、道路交通情報をお伝えします。はい、えー。まずは沖縄自動車道からですね。うん、沖縄自動車道。 えー、今のところは、うん。えー、なんだ <laughs> 目立った混雑渋滞はないんですが、はい、たくさんですね。うん、えっと、まずは、工事の情報。はい。はい、沖縄北インターチェンジ上りで故障者が出ています。うんはい、続いて、うん、えっと、北中ぐすくから西原。うん は上りで工事中のため規制中でございます。は,あはあ、はい。そして、八ヶインターチェンジから石川インターチェンジは上り、工事中のため規制中でございます。はい。はい。そして、えー、っと、北部の方もですね、うん。木野座インターチェンジ、そして巨田付近は工事のため、第一走行規制となっております。はい。はい。沖縄自動車道は以上です。 えー、続いて一般道行きたいと思います。はい、まずは沖縄自動車道じゃなくて、はいえー、沖縄市周辺は特に目立った混雑、渋滞はありません。うんはい、解消されていますね。小座十字路の渋滞もただいま解消されています。工事の情報があります。はい、国道3 3十五線、うんえー、南行きですね。はい、小座十字路から中曽根。 にかけて、はい、FM 小座のですね、すね本当に手前にかけて、工事のため一車線規制されています。はい、国道335五線、えー、小座十字路から FM 小座のスタジオ近くまで、うん、工事のため一車線規制されています。皆さん気をつけて通行してください。はいえー、国道58号線、はい 牧港付近グスクマ付近で渋滞しています、うんはい、こちらも皆さん気をつけてくださいね以上道路交通情報をお伝えしましたはい。続いて献、うん、血情報をいただいております県内の医療機関に供給されました輸血血液は全部で51名分となっていますまた本日の必要本数ですが、うん、A 型が80名分 O 型が60名分。はい、B 型が40名分。AB 型が20名分となっています。また、本日の移動献血バスは、はい、宮古島市、那覇市にお伺いしています。はあ、まあ本島だと沖縄市、おもろ町にあります、うん。大和ハウス工業、沖縄支店で9時から11時。沖縄市、おもろ町。沖縄支店。はいはい。はい 沖縄支店、うん、9時から11時、その後ですね、黒、え、板、ー、にあります沖縄大学で1時から4時半まで、うん、そして那覇市の陸上自衛隊那覇駐屯地で10時から4時半まで、うんえー、伺っているそうです。はい、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。はいえー、とーハロウィン特番の話をしましたが、はい、それでですね、僕がメイドやるよって、うん、冗談で言ったらですね。はい すごいこの批判が来てますね。うん。西川さん、<っ>山内さんがメイドだったらチェンジって叫ぶな、俺は。<laughs> えー、リスさん、山内さん、メイドでおねえからずに乱入してください。ああ<ー>。えー、貝原さん、おかえりなさ,まやさないや <laughs> <laughs> せ、ご主人様。言えてない。キモいな、山内さん。おえー、っとです、ね、それ言いますかね。プラスのコメントが、はい。個もないというね。はい <laughs> 残念でございます残念でございますね良かれと思ってやろうかなと思ってるんですけど、はい、ね私見たいですけどね、うん、ですよね僕も見てみたいですけど、ね、はい非常にえー、お似合いではないでしょうかそうですよはい <laughs> <laughs>、えー、それでは曲のあとメールビシバシ紹介していきたいと思いますい今日のテーマは職業病は何ですかそうです,ですあなたの職業病おります 待ちしております、はい、メールアドレスは761アットマーク FM コザ .jp 761アットマーク FM コザ .jp でお待ちしておりますはいそれではここで一曲をお届けしますアデルの新曲です、はい、これは、うんえー、シングルカットされたニューアルバムからのリードシングル、はい、ヘロー、うん、ヘロー、うん さて時刻は9時23分を回ったところでございますちょっとねツイキャスの調子がおかしいですね、えー、どうしたんでしょうかはい聞ました戻りましたすいませんはいえーっとですね今日のテーマは はい。職業病ありますかということですよ。そうです。え、職業病について、皆さんのご意見ご感想を聞いてみたいなと思っておりますので、はい。紹介してください。はい。はい。え、今日のテーマ、職業病ですが、はい。あららがまさいがあさんからメッセージいただいております。はい。俺は介護の仕事をしているから、はい。困ってるお年寄りを見ると、すぐ声をかけるな。あ、声をかけるなということですね。 そうでしかで、仕事で常に内チナ口を使ってるから、友達とかにも内チナ口で話したりする。だから、友達とかから、おじいって呼ばれてる。内チナ口使えるんだ。すごいですね。すごいね。はいあのさ、や川さん、都さ、うんうん。都は本当にフランス語みたいなんですよ。へぇ。本、本意の都。本意気の都。 方そう今度はあのさやかさんあれ来るからんだっけ忘年会はいえ喋ってもらいましょうねはい本気のね本気のやつはいはいあと私の友人も介護の仕事してるんですけどゆっくりおっきい声で話すんですよああもう職業病なんだそうそうだから大腸聞こえてるよってそういうんかあいつもあごめんごめんみたいな でも、癖みたいね。癖あるあのさ、わかるみたいな感じで話してくるんですよ。でも、それやれる人は、丁寧なんですよ。ね。一つ一つね、伝えようとしてるって言ってました。僕らも伝える仕事ですからね。はい。あの、それぐらいは、ちょっと心がけないといけないですね。はい。本当にその通りです。その通り。その通り。続いて、かっちゃん。はい。山内さん、マヨアスの危機の皆さん。 1>, 1ミリ、2ミリ、3ミリを早めん。おはようございます。テーマ職業病。うん。俺はな、マンション巡回の仕事だから、車の運転や階段登り降りして、腰痛や足が痛み出て治らんわ。急いで見入るしたからすみません。うーん。大変ですね。はい,はい。はい。うん。 痛そう。続いて、うん、皆さんおはようございます。はいにっちゃおじさんです。はい、ありがとうございます。うん、今日は休みなので、来月 FM ござから、先月 FM ござからいただいたランチペアー券で、よみたんのホテルに美味しいものを食べに行きますよ。いいですね。今日うん。プレゼント はい。当たったのよ、みちさん。聞くだけリスナーの皆さんも、ぜひ、FM ことのプレゼント応募してみてね。いいこと言う。さてさて、今日のテーマ。読みたんてことは、ザンパロイヤルホテルかなそうですね。ザンパミサキロイヤルホテル。あっちかなえなんだっけ。えっとね、手道が生まあレストラン待機。待機だ。ーはい。 プルプル手口のお店。プルプル手口。うまいっすよ、手口 <laughs>。チはい。さてさて、今日のテーマ、<coughs> 職業病。はい。えー、空港貨物で働く私の職業病って、うん、やはり、オッケーって合図の、親指を立ててますかね。<ー> <laughs> オッケーって。 あ、でも僕もよくやりますね。空港では飛行機がうるさかったり、車両の出入りが激しいから、やりとりをジェスチャー、混じりで会話したりしますね。だよね、でもね。あとは車を運転していると、安全確認を指さし。これさ、あいや。はい、故障したりもしますね。部署違いで、やはりあるある職業病ってありますね。今、うちの会社の宣伝をテレビでやってテレビでやっている空港女子シリーズ。あれも本当、 にやるらしい、あるあるだそうですよ。あれさ、超可愛いし。ねえ。ただ飛行機を、え、中機場に誘導する、マーシャラーって言うんですが。おマーシャラー。マーシャラー。違う。マーシャラーか。マーシャラーマーシャラーマーシャラー。マーシャラって言うんですが、あの子がバックする車を誘導するシーンがあるんだけど、俺的には、あれはやらないだろうなんて内心思ってますけどね。ちょっとね。 ではではあ、ね、ゆみたね。あデートしてきます。とい, <laughs> というメールです。ちょっとやれすぎちゃったかな。みちじさんさん。さんがね、ありがとうございます。カシナさん聞いてるかなちょっとやりすぎたかな。はい、でもあの CM 面白いですよね。そうね。あエアオキナーだって思う。あのさ、エアオキナーの CM さ、だいたいみんな面白い。うん、はい。いい感じ撮ったのかな。いいね、あれはね、会社のセンスもいいあるんですよ、ね。 こんな風にしてって言ってるんですかねお任せとかではなくて。一応さ、こんなコンセプトでやりたいけど、アイデア出してってって、選ぶのが広告の代理店。うん。アイデアを出すのが広告代理店。で。選ぶのはその会社の方会社のえ会社の広報だったりするんだけど、やっぱそこが選ぶから、センスがいいと思います。すごい。ありますから。うん。え、これ選ぶっていって。 びっくりする。捨てこれもう3つ出してって言われたら3つ目は捨てたりするわけ捨てアイデアっていうのはこれはどうでもいいなっつってそれが通ったりしちゃうあびっくりするそうなのうわっと思ってこれやるっつってねえ大変ですねそういうこともあるのかなはい続いて早めみいするもこかしさん山内さんかわいいみみり FM コザを聞きの皆さん、チース。チース。みみり。はい。コスプレしてくれよ。お山内さんのコース期待してます。お、うん、ここで一票流行りましたね、僕のコス。<ー>はい。えー、テーマ職業病。うん、職業病じゃなくて、はっきり言わせてもらうわ。ラジオネームからそうやけど、俺は、早見病。うん。以上。怒られそう。これはほんまやもん。リクエスト。 木村カエラバタフライなるほど <laughs> なるほどですね <laughs> うんはやみ病ということではいもうしょうがないです、ね、<ー>どのような症状が出るんでしょうかもう恋の病ですな恋の病はいどうですか恋の病恋の病ある意味うらやましいですねうんうんうん当に たことがないでもほら常に子供たちに胸キュンキュンさせられてるじゃないですか山内さん。あんちゃんねえっとですね昨日ちょっとあんちゃんとデートする時間がありましてちょっとだけどね1時間ぐらいかなドライブデートですかドライブデートして公園行きたいっていうからマイフェムコザにも連れてきてねで公園行きたいっていうから公園行ったんですけど超可愛くて奇跡の1枚が取れました。 見せますねもうねその辺のアイドル上回っちゃった上回っちゃったなついにええついについにその日は来ると思ってたんだけど早いなっていうもう来たかっていう感じすごいあきれた目で見てますよそうですかの奥さん来てますかみみりがあきれた目で見てますよ 奥さん聞いてますか <laughs> <laughs>、えー、じゃあここでかっちゃんのリクエストにいきたいと思います。はいえー、木村カエラ、なぜこの時期にうんという感じですよ。これは願望を込めてるんですかね。ああ<ー>。バロフラ。はい。どうぞお聴きください。 時刻は9時38分を回りました。さて、この時間はミミリーの WWW のコーナーです。イエーイいっしょイ。あ <laughs> げていくね <laughs> このコーナーはですね、琉球新報の海外こぼれ話、また世界のですね、アジア海外,海外通信員さんからの記事をですね、お伝えするコーナーでございます。なるほど、なるほど。はい。今日はですね、えー、CM にハリウッド俳優、うん エヴァー航空台湾8起用という記事をお伝えしますよ。台湾の航空会社、うん、そうなんですよ。エヴァー航空ね。エヴァー航空は台湾の航空会社としては初めてテレビ CM にハリウッドスターの起用を決めました。出演するのはなんとジョージ・クルーニーで。出た。制作費は10億元日本円にして約37億円に上ると言われています。制作費はい。だけで。37億。<laughs> うわ<ー>すごいね。はい。 クルーニー。クルーニーにね。け早ければ来年から放送される予定です。女たらしい。はい。巨額の予算を投入した CM 制作は、同社の北米市場拡大戦略の一つ。なるほど。同社は一昨年、スター、 ライアンスに加盟した際、アジア向けに俳優の金城武さんを起用した CM を制作して、大好評を博したため、<ー>今回は北米も視野に入れ、うん、世界的スターの起用に踏み切ったようです。まあ、航空会社のハリウッドスター起用は近年豪華さを競う、えー、中東の国、 航空会社が始めたものでエティハド航空はニコール・キッドマン出たエミレーツ航空はジェニファー・アニストンを起用しているそうですえブラッド・ピットの元の奥さんジェニファー・アニストンさんねということですよあれはかるよなんだはいニコール・キッドマンうんうんうんねはい今の奥さん誰がですかトム・クルーズの違うよ ニコルキットマン。違うよ。え、誰。ニコルキットは前の、前の奥さんですよ。そう。マジで。うん。分かれてたわけ。別れてますよ。あらまあ。あらまあ。あらまあ、トムさんは。ありがとうございます。トムさん、びっくりだね。トムさんもね、やりますな。名前、名前がクルーズだけにね。うん。女性をクルーズしているみたいな。はい。 もう一回と言ったけどね。うまと言ったけど。うまいと言ったけど。スルーしましたね。丸スルーですね。はい。続いて、転居の理由は、イギリスの男性がインターネットのオークションサイトで戦車を購入し、自宅アパートにとどめをけずに転居しました。 <laughs> そしてね、今は何でもオンラインで買えちゃうからね、との、同僚との冗談から始まって、うん、7トンの戦車ね。1トン。万4千ドル。うん、約日本円にして、170万円。いや、少ない。いや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 170万。いやいやいや。はい。えー、駐車場のため、うん、新たなマイホームも手に入れたそうです。 すごいな。男性は合法的に路上を走る準備を進めていますが、どこでも走れるよ。誰ももう止められないだろうと話していたそうです。バーカーですね。<laughs> <laughs> こう、友達と冗談でさ、戦車買えるかなって言ってネットで探して買っちゃうっていうこの感じ。この感じ。いいね。いいね。なんかね、あの、バーカーもここまで行けばいいよね。<laughs> いいね。うん もう、呆れてしまうけど笑ってしまうね。いいね、本当にね。いいですね。なんだろうね、この。そして、マイホームまで勝っちゃうっていう。<laughs> この生き方なんだろうね。羨ましいですね。羨ましいですね。はい。何かなちょっとヒントがあるな、これは。うん。うん、いいですね。いいです、ね。ここまでやっちゃう感じが。はい。はい。以上、ミミリの WW w のコーナーでした。はい、ありがとうございます。<laughs> はい、えー。この後も楽しくお送りしますよ。 時刻は9時42分を回っています。沖縄市中央パーカーベニュー入り口国道330沿いにあります。FM コザのスタジオから私、ミミリと。山うがお届けします。はい。えっと、AKB ファンのコメントが来てますね。かっちゃん、びっくりしたわ。っていうことで。うん。うん、どういうことだ。なんだろう。ええ貝原さん。はい。クルーズとクルーズの衝撃で。うん。ええ今日の全ての出来事を忘れたわ。ですね。どういうことかな。あまりにも上手だからじゃないですか。俺のこの。 クルーズの例えがはい <laughs> 聞いてましたうんトム・クルーズのあれ言ったでしょトム・クルーズうんはいでも新聞に出てたのはジョージ・クルーニーですよ違う違う違うその後トム・クルーズの話になったじゃない,はい、はい、その時にうんうん もういいです。わかんないわー。皆さんわかりましたか？えーっと今日のテーマは職業病ということで。はい。そう食業病。うんうん、はい。みみさん他に食業病。私はですね、マ、うんまあ、ラジオ業界に入って、うん、まだね日は浅いんですけれども、浅いですね。まだまだペーペー、ね、まだまだペーペーなんですが、こうイベントごと。一番エイブってます。<laughs> <laughs> 一番いいバってますかはい。すいませんね。いえいえ。はい。まあ、それまでずっと好きだったっていうのもあるからね。ラジオね。はいはい。ラジオ聞いたりね、するのが。まあ、それで、この、はい。話していいですかどうぞどうぞ。はい。すません。あの、やっぱ機材とかね、イベントとかで自分で、その、裏方の仕事もやるようになってるんですよ。そうですね。そうすると、他の会社のね、あの、 例えば、ライカムとかの野外のステージのイベントとか、やってて、うん、横の PA さんとかの機材が気になったあ、見ちゃうね。わ <laughs> かるわ。なんかこう、そーっと、別にステージ普通は見るのに、PA さんをン見しちゃうっていう。わ、うん、かる。あミキサーとか気になるよ、ねな。そう。で、ミキサーとか何チャンネルあるかなって数えたりとか、<laughs> うん、あ、どっからアウト出してるのかとか、あの、機材見ちゃったり。そうなんすよ。 しちゃってる自分がいることが、あ、職業病だって。割とね、気になるんですよ、ね。はい。あとなんかスピーカーとか何個使ってるとか、<は>このぐらいの会場で、で、どこのメーカー使ってるとか <laughs>、なんか見てしまったりとか、わかる。しちゃいますね、うん、最近は。よくありますね。うんうんうん。そういえばそうだなこの仕事やるようになってから。はい、お、塩和さん。はい。 ありがとうございます。いつも。いつもね。お世話になっております。飲んだら大体塩風で代行の塩風さん。はい。おはようございます。おはようございます。多分、けですかね。けですね。夜までやって。うん。中村さん。はい。いつもいい人です。いつもいい人です。山内さん、大丈夫ですか笑顔で迎えてくれます。山内さん、大丈夫ですかえー、AKB ファン。はい。ごめん。女の子に LINE してて、ツイキャスにコメント打ち間違った。 かっちゃんびっくりしたわっていうああなるほどこの人すごいねさっきさ恋の病とか言いながら別の女の子に LINE してるというすごいですね神業ですねええ噂によるとガジェット4台持ちえっ iPhone そうなのうんすごいねなんていうこともえ僕の職業病ラジオラジオばあちゃん えっとですね、ラジオ聞いていて、まずね、突っ込んでしまう。わかる。いろいろ。突っ込む。突っ込むよね。あの、さも自分が喋ってるような感覚で。拾ってしまうんですよ。ね、嘘だろとか言ったり。拾ってしまうという。拾ってしまう。あってですね、この前、ラジオ聞いてたら、FM、沖縄の方。 聞いてたら、なんかラジオカーで、どっか行ってて、はいうん、で、どっかの企業が、歌ってたんですよ。<laughs> この告知で、はい。歌いながら、うん。告知してたんですよ。はいはいはい。一緒だったっけそうですね。外回りしてる時でしたね。そう,そうそうそう。そう,んうん、うん、で、あれ聞きながら、はい。出たっ。つって、なんかほら、もう本当にここでこう、行ってるように、 言ってたさ。言ってた。拾って。うん。大丈夫ですかみたいな。そうそうそう。言うな、つって。さも、うちらが、こう、受け側、スタジオで聞いてる手でいましたよね。そう。だから。もう一曲行っちゃうんですか行っちゃうんですかって、行ったーみたいな。そう。違う、三人目が行かなかったんだよ。三人目か四人目かが。行かなかった。行かんかいみたいな。そうでしたっけえ、違う、二人か三人が一緒に歌ってたんですよ。そうだっけうんうん。ね。 うん、なんかそういう感覚になってますね。ね,ね,これねありますね。ねうん、で僕はね映像時代というのもありましたはい、はい、あのー、なんていうの3年前から大体ラジオを始めたんですけど、うんはい、この3年前にそういうのが染み込むってすごくないすごい。ねすごいすごい。やっぱりあなたもそうですけど、はい、このんまだ1年,もなな 1>, 1年経ってないですねはい。 の間にもうこんなミキサーまで見てしまうという、うん、そうそうそう <laughs> やっぱねあるんだねありますねで映像をやってたから、はい、なんていうんかなやっぱりどうこの映像がどんなやつ撮影してるとか、うん、あと沖縄の CM とかだったらキャスト誰かなとかはいはいはいろいろいは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 いで,すよでこれはねテレビとかだけじゃなくてはい役所の置いてあるモニターとかはい ギノワンは、なんかね、企業の CM なんかしてるわけ。市役所でうん。おお<ー>。あれ見たり。うん。あるいはね、大型映像。はい。うん。あの、街頭の。はい、ああれ見たり。はいあ,りね、あれこれ、どんなやつやってんのかなとか。うん。これどこかなみたいな。うん、うんうんうん。沖縄のこの制作会社だったら、はい。なんとなく、あ、違うな。俺がいたとこはわかるんですよ。はい、あ、これ。 映像センターだなみたいなそんな感じで見ちゃうねうん確かに映画もだからこの撮り方とか CG と今って分からなくなってるじゃないですか分かんないだからそのねこれなんだとかだからさやっぱ気になりますってやってるのかなってそうこの最近思ったのがはいあれ007007の 何にも出てこないなあればっかりあればっかりねあれあれあ短い髪の人 <laughs> <laughs> あの,短いの人カジノロワイルかな、はい、カジノロワイヤルって知ってる007の、はい、の前、うん、<laughs> 前って、えー、か次か、はい、なんだけどアクションで バンって落ちるシーン。ボンドが。ボーンって落ちるシーンを、カメラも一緒にこう、なんていうの落ちる、真上のアングル。ボーンって一緒に落ちてたんですよ。はい。すげえと思って。へんどんなやるのこれと思って。だからワイヤーをこうカメラでやって、わーってやってんのか、なんなのか。なかなか斬新なんですよ。そのアングルがね。はい。だからすげえなと思って。おお。一緒に落ちていくんだよ。 うんうん。カメラもったいない、うん、え、カメラ壊れちゃうのわからんないえ。落としたらね。<laughs> あの、まあね。<laughs> <laughs> 他のワイ,はワイヤーで吊るしたんじゃないですか ?2 本目のワイヤーで。吊るしてんのかなうん、そんな感じがしますけどね。すごかったですよ。だからそういうのをちょっと気になってね。うん、なかなかこう、あの、なんていうの、ストーリーに入れ込めなかったりも。するときもある。するときも。ああ<ー>。あったりも。うん。 なかったりも。はいはいはい。します。ですね。あとはこの、やっぱラジオにいると、いろんなか、こうナレーションやってる方とか、声のプロの方とお会いする機会があって、で、この CM、もしかしたら、やっこさん、あの、やっコさん、やっコさんは、うちのリスナーさん、やっこさんじゃないかなとか、あの、バスの、 ナレーションが、マキさんだよーとか言われて、こう、意識して聞いたら、あ、ほんとだーって、ちょっと嬉しかったり。りね、そういうのもね。わ、うん、かります。そういうのも聞いちゃうところも、ちょっと職業病かなーっていう感じがしちゃいますね。だんだん、そうなるんですよ。ねえー。え、サイガーさん来てますね。はい、ボンドがボーンと落ちるって。ギャグまさかギャグって。僕、ボーンドって言ってないでしょ <laughs> 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 ねはいはいということですねうんまあびっくり <laughs> 職業病ではないんですけど、うん、あのあ職業病かな私あの学生時代和服を着てアルバイトするお店にいたんですよ<う>制服が着物っていう、えー、日本料理屋さんで、うん、なので和服もずっと興味があって、うん、あの演歌歌手の方とかが着る 着物が、うん、これ高いだろうなとか。見てわかるのなんかね、うちのお母さんも好きなので教えてもらえるんですよ。<ー>この帯は、何々ゆいだよ、何々おりだよとか言って。うん、で、いつだったか、仲間由紀江さんが着てた着物がものすごいので、うん、見てすぐわかるやつとかで、で、これすごいよって。 えー、話してるの聞くと、いつか来てみたいねーとかさ、<laughs> そういう、やめといてください、そうそう、耳に入は、<laughs> やらかしますから、はい、とかがあったり、そういうのも、職業病っていうか、何て言うんですかね、そう、何かな、でもね、うん、やっぱ、こう、興味の対象になっていくんでしょうね。 人間。はい、面白いですね。面白いですね。はい。もうお時間が来てしまいました。はいうん、えー、エンディングナンバー。はい。ベースボールベアでドラマチックをかけております。おります。ですね。うん。今日もね、10月26日の月曜日のマ女推し出演。<laughs> 今日もたくさんのメール。カイバルさん来てます。ダニエル、はい・ クレイグのボンドだなってそうダニエル・クレイグダニエル・クレイグうんうんかっこいいんすよねえはいはい割り込まれました今日もすごいよ自分でさ心臓マッサージするんだぜえどういうことですかもう毒にやられてからダニエル・クレイグはいあ映画の中でですよねあれ映画なのかなボンってやで生き返るうわっつってわ怖っ 怖ってしか言えないんですけど見てくださいはいちゃんと見たことないやあれ見たことないゲームでしかないなゲームうんゲームがよくかえすごいよ本当に面白いですよこっていアクションシーンとかうんそうですねじゃあ最後にお知らせしましょうかはいお知らせ えー、FM 小山の大忘年会です。はい。えー、大忘年会今年もやります。うん、えー、日時は12月4日の19時より、場所は沖縄子供の国レストランアクアです。会費は一人様2000円でございますよ。えー、参加希望の方は FM 小山までお申し込みください。はい、12月4日金曜日でございます。はい、です,ですえー、随時ですね、募集しております。はい。FM 小山遊びに来たらタイカレーももらえるよん。皆さん遊びに来てくださいね。はい。 はい。それでは、えー、マヨシス、今日もこれまでです。たくさんのメール、リクエスト、そしてコメントありがとうございました。いしたお相手はみみりと、山内でした。明日は、サリーちゃんが登場しますよ。お楽しみに。それではまた。明日明日。私は来週でございます。はい。はい。みんな、またねさよなら。